ミハイル・ブルーベリーによる肖像画サーバイバー・ノビチ・マモントフは19世紀ロシアの著名な資本家、実業家、工業主。モスクワのメディチと呼ばれたように、特殊家や文芸愛好家として芸術家を引越し、芸術文化の振興に寄与したが、虚偽の罪状をでっち上げられて、没落に追いやられた。実業家で資本家のイヴァンヒョード・ロビチ・マモントフを父に、 マリア・ティホノブナを母に、現在のチュメニ州に生まれる。1841年に家族に連れられ、モスクワに移り、1852年より、テート・ペテルブルクに学んだ後、モスクワ大学に進んだ。1861年に、イタリアを訪れて、声学の学習を始める。同地で、モスクワ出身の商人、グリゴリー・サポジュニコフの17歳の娘、エリザベータを紹介される。 1865年に、モスクワ北西部のキレイエボにおいてエリザベータと結婚式を挙げた。1869年にモスクワとヤロスラブリを結ぶ鉄道の総裁に就任し、1876年から1882年までドネツク鉄道の開通にも関与した。1870年に、モスクワ北部に位置するワブラムツエボに別荘を購入し、 19世紀末のロシアで著名になった画家や彫刻家を加えて美術家連盟を設立した。この芸術家村は1870年代から1880年代にかけて中世ロシア美術の特色や精神を再興する木論みで開設され手作りの家具、工芸品や瀬戸物のタイル、 ロシアの伝統的なイメージや主題が描かれた絹織物を生産するためにいくつかの工房も設けられていた。バモントフはロシアオペラ界の被護者でもあり、ロシア施設歌劇場を開いて、ピョートルチャイコフスキーやニコライリムスキー・コルサコフ、アレクサンドル・ボロディン、モデスト・ムソルグスキーらのロシア人オペラ作曲家を援助した。この施設歌劇場は偉大なロシアの声楽家である。 ヒョードル・シャリアピンを排出したほか、公共曲第一番の失敗後に作曲への意欲を失っていたセルゲイラ・フマニノフに指揮者として活動する場を与えたことでも知られている。ロシア民話に基づく演劇やオペラの公演は、バスネツオフ兄弟やブルーベリラ・ロシアの結出した画家の舞台美術を得て、コンスタンチン・スタニスラフスキーによって、アブラム・ツェーボにおいて制作された。ロシア施設科劇場は、 マモントフによる芸術界への主要な貢献の一つである。マモントフは舞台監督や指揮者、声楽教師として自ら舞台に立った。マモントフの施設歌劇場は地方での成功に引き続き、大都市モスクワでも大成功を収めた。しかしながらコ妻ズマ、王子、ヤロスラブリ鉄道の線路の不設に絡んで、高金横領の冤罪で告発され、不法に逮捕されて投獄された。 イリア・レーピンによる肖像がありがとうございます。